シーズンも終盤に入り話題に上がるのが来季の監督について、すでに複数の球団において監督の交代や続投が噂されています。そこで今回は平成以降35年間で監督在任期間トップ10は誰でしょう。まずは9位タイから見ていきましょう。監督在任期間は9年、2004年優勝と日本一を達成、通算勝率はほぼ5割、1962年8月生まれ、現在61歳、熊本工業高校の定時制4年時に所沢高校に転校すると、西武球団職員としても働き、81年ドラフトで正式に西武ライオンズの選手として入団、22年の現役生活を送り2003年限りで引退すると、翌2004年から指揮を取り、2位から CS を勝ち上がり、いきなり日本一になりました。選手引退直後の監督は過去に6人いましたが、4位以上は初めてでした。2007年、26年ぶりの B クラスの責任を取らされる形で解任、13年からロッテの監督に就任、2位、4位、3位、3位と期待された5年目は選手時代も含めて初の最下位に終わり退任となりました。この人物は伊藤勤さんでした。同じく9年、94年、96年、2000年優勝、94年と2000年は日本一も達成しています。通算15年で優勝5回、日本一は2回、1034勝を挙げました。1936年2月生まれ、現在87歳、千葉県立桜第一高校立教大学から58年巨人に入団、引退直後の75年からの6年間に加え、二次政権は93年から2001年の9年間監督を務めました。2000年から2年間は自身の永久欠番である背番号3を着用しました。元巨人の監督、この方は長嶋茂雄さんでした。7位タイは10年、12年16年優勝、16年は日本一を達成しています。1961年4月生まれ、現在62歳、創価高校東京学芸大から83年ドラフト外でヤクルトに入団、病気の影響もあり現役生活は7年でした。日本ハムで1年目リーグ優勝、2年目は最下位、大谷選手の入団にも尽力し10年にも及ぶ長期政権を築きました。退団後は日本代表監督に就任、今年2003年 WBC ではチームを世界一に導き、時の人となっています。この監督は栗山英樹さんでした。同じく10年、91年優勝も日本一にはなれませんでした。1946年10月生まれ、76歳、広島廿日市高校から法政大学、68年ドラフト1位で広島に入団、86年引退、2年後の平成元年に監督に就任、2年連続2位、3年目の91年リーグ優勝、92年4位、93年は最下位に終わり辞任、第二次政権は5年間すべて B クラスに終わりました。二次政権時は自身の永久欠番である背番号8を着用しました。この広島のレジェンドは山本浩二さんでした。6位は12年監督を務めました。2001年、2009年優勝も現役時代も合わせて日本一にはなれませんでした。1953年8月生まれ、現在70歳。島根県浜田高校から71年ドラフト2位で近鉄に入団、88年引退。93年から近鉄でコーチや2軍監督を務め、2000年監督に就任。1年目は最下位でしたが、翌年はリーグ優勝。オリックスとの合併に伴い2004年限りで退任。2008年日本ハムの監督に就任、2年目にリーグ優勝、16年から3年間は楽天の監督も務めました。3球団で監督を務めたこの人物は梨田正隆さんでした。第5位は13年、
89年、95年、96年優勝、96年日本一に輝きました。1935年4月生まれ、2005年12月に70歳で亡くなっています。福岡県東筑高校から西鉄ライオンズに54年入団、67年引退、70年から近鉄で18年コーチを務め、88年から監督に就任、前年最下位から西武と 10.19 を繰り広げ2位、89年優勝。日本シリーズでは3連勝の後、4連敗で日本一を逃したのは有名です。94年オリックスの監督に就任すると、イチロー選手を見出しました。阪神淡路大震災の95年から頑張ろう神戸で2連覇、96年は日本一。2005年監督を歴任した2つの球団が合併し、ゆかりある人物として監督に就任しました。70歳は当時最高齢の監督就任、1年間務めましたが9月末に退任を発表、それからわずか2ヶ月半で他界しました。生涯監督を務めたこの人物は扇明さんでした。第4位は、平成以降は14年間監督を務めました。99年、2000年、2003年優勝、日本一2回、通算19年で優勝4回、1315勝を挙げています。1940年生まれ、現在83歳、早稲田実業高校から59年巨人に入団、80年突然の引退を発表し、3年間の助監督を経て84年監督に就任、87年に一度優勝、95年大栄監督に就任、低迷期も長く生卵事件も発生しました。5年目で球団初優勝と日本一、翌年も優勝すると長島巨人との日本シリーズは大きな話題となりました。2003年は阪神との内弁慶シリーズで日本一、14年にわたり監督を務め、2008年退任、その間日本代表監督も務めています。現在はホークスの取締役会長、球団特別アドバイザーという肩書きです。この人物は王貞治さんでした。第3位は、平成以降15年の監督生活、3度のリーグ優勝、13年は悲願の日本一を達成しました。通算17年で1181勝を挙げています。1947年1月生まれ、2018年70歳で他界しています。明治大学から68年ドラフト1位で中日に入団、82年引退、87年監督に就任し、88年優勝、91年健康上の都合で退任、96年に二次政権が始まると99年に優勝、2001年成績不振の責任を取り辞任したところ阪神から要請、18年優勝していないチームをわずか2年で優勝に導きましたが、体調不良を理由に勇退、フロント入りしました。2008年は日本代表監督を務め、11年からは楽天監督に就任、13年球団創設初優勝と日本一に導きました。14年またも体調不良で退任、亡くなるまで球団取締役を務めました。巨人を倒すことに闘志を燃やしたのは星野仙一監督でした。第2位は、16年、92年、93年、95年、97年優勝、うち3回日本一に導きました。プレイングマネージャー時代を含めて監督は24年、1565勝を挙げ、平成だけで1053勝は最多です。また1563敗は歴代最多。1935年生まれ、2020年84歳で亡くなりました。京都府出身、54年、南海に入団、ロッテ、西武と3球団を渡り歩き、様々な NPB 記録を持っています。90年ヤクルトの監督に就任すると、 ID 野球で4度優勝、最初に連覇すると日本一と4位を交互に繰り返しました。退任後は阪神から要請があり、ブランクなしで就任、遠山火災、遠山や F17 を生み出しましたが、3年連続最下位に終わり、夫人の逮捕がきっかけで辞任。2006年は前年記録的大敗を喫した創設2年目の楽天監督に就任、史上最高齢での監督就任となりました。ぼやきは流行となり、2009年2位になりましたが、来季契約しない旨を球団から告げられ、退任となりました。この名称は
野村克也さんでした。そしていよいよ第1位は17年9度の優勝、3度日本一に輝いています。1958年7月生まれ、現在65歳、東海大学から80年ドラフト1位で巨人に入団、95年引退、98年コーチに就任、長嶋監督の勇退を継いで2002年監督に就任すると1年目に日本一を達成、翌年3位で終えると人事異動の名目で監督を辞任、2年後に復帰し2年目から3連覇、12年から再び3連覇を達成、15年 CS 敗退後に監督辞任を伝えました。3年後の18年3度目の監督就任、現在も監督を務めるこの人物は、原辰徳さんでした。最後にもう一度トップ10見ていきましょう。そうそうたるメンバーですね。ちなみに監督年数歴代1位は29年という藤本貞義さんです。原監督はどこまで記録を伸ばすことができるのか楽しみです。ご視聴ありがとうございました。あなたは何問分かりましたか？高評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。よろしくお願いします。このチャンネルではクイズテーマを募集しています。ぜひコメント欄にて教えてください。